プラトーはこれからの日本の都市を考えていく上で必要不可欠なものになっていくと思っています。単に目に見える建物や建造物だけではなくて、目に見えない熱環境や空気の流れといったものまでいろいろ含めて都市空間というものは成り立っていると思っていて、 3D モデルを搭載したプラトーはそれらを応用して可視化して、これらがオープンデータとしてさらに蓄積されていくことによって新しい可能性や知見を積み重ねることができることにつながっていくと思っていて、それが新しい表現にもつながっていくような可能性を秘めているのがプラトーの最大の魅力かなというふうに考えています。空間の情報、特にここでは都市の情報になるわけですが、都市の情報を結びつけて本を探しやすくするというアイデアです。例えば何かの聞いた音楽はこの超高層ビル街らしきところにあったなという情報が付与されていれば、実際の本棚と同じように本も音楽も探しやすくなる。それから今回は都市の情報と音楽の情報を結びつけるということをしているわけですが、これは別のメリットもあるはずで、自分が聴きたい音楽を都市の側から探索するということもできるようになると思っています。例えば自分が好きな音楽はどうも超高層ビル街に結構あるとか、いやむしろ住宅街の庭先にあるとか、そういうような傾向がだんだん頭に入ってくるとすると、じゃあ新しい音楽を探すのに今日はこの住宅街をぐらついてみようとか、あるいは超高層ビル街を探してみようとか、そういうことが起こるはずなんですね。でつまり音楽を楽しむ、探すという行動と都市を散歩すると、そういう行動が非常に近いものになっていると、それが今回のアイデアです。
普段設計をやっていると、あれ、この土地にどんな建物を建てるといいのかなっていうリサーチを、なんか自分の中だけだとできないことがあります。その時に、あ、世の中にはすでに同じような形状の土地とか同じような形状の建物がいくらでもあるから、まあ、それをプラットから持ってきて、その中からうまく取捨選択してみると、リサーチが同時にいくつもできるっていう素晴らしい機能がこのプラットを使うと手に入るんじゃないかと思っています。解析した結果をプラトーに埋め込んでおけばいろんなことができます。例えば道端で AR 空間内に風環境を可視化すると、スマホやタブレット上に建物の間を流れる風が可視化され、それでどっちに向かっていくと風が弱いかといったようなことがその都度都度分かるようになります。そうすると AR 空間内で環境を感じながら街歩きを楽しむといったようなことも可能になります。敷地の前でこのプラットを立ち上げた時に、同時に敷地の中に新しい AR が立ち上がるということを考えています。敷地を見ていて何もないなと思った時に、プラットの中から画像を引っ張ってきて、あ、同じぐらいの敷地の中にこういうものがダイレクトに立ち現れるんだということが分かります。プラットがもたらす建築とデジタルツインの融合は、早く、そしてたくさんの情報を同時に扱うことが可能です。これはこれまでの設計の手法をコンパクトにしたりとか、今まで得られなかったものを同時に比較することができたりとか、それが全てバーチャルの中でできていることをリアルに持ち込むっていうことが生まれます。あなたの周りで都市や都市の情報、そして建築について興味がある人は、ぜひプラットを使ってこの中で掛け合わせ、そして新しいメタバース、もしくはデジタルの世界での建築とリアルな建築の融合を楽しんでもらうといいなというふうに思っています。